どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレトです。それではクリステイルズやっていきたいと思います。さあ早速ダンジョン攻略って感じかな、マップ的にね。前回話が一気に進んだんでね、やっていきたいと思います。で早速挟まれた、囲まれてしまったようじゃ。引き離したと思っていたのに、こんなことをしている場合じゃないんだが、避けて通ることはできないわ。それでは我々の実力を見せるってしようか。はあ、どういうこと？逃げるの？さあよく見ておくんだ。何年もかかった研究の成果を披露してみせるから。何の話してんだ？普通の攻撃に加えて、私はユカンドラゴラ、略してユカンドラを召喚できる。やってみせよう。まずスキルを選択して、次に毒を選択、最後にユカンドラ投却を選択するんだ。ほう、スキル、あーなるほど。ちょっと待って、あー選べない、これでいいのか。ん？ちっちゃい素晴らしい、敵を毒で犯した。毒は毎ターン1回ダメージ与えるんだ。そうだね。ただクリスル、他に侵された敵を未来に送ったら何が起きると思う？なるほどね、賢いね。やってみようか。毒が一気に効力を発揮する。その通り、逆に毒を与えた後に発動すると回復してしまうんだ。ということは先に過去に戻し、さあまた私の番だ。反対側に私の小さなユカンドラを一つ植えるよ。植えるよ。もう一回スキルを選択して、今度は毒、そしてユカンドラを植える。めっちゃ、めっちゃ考えるっちゃ考えるけど、ゲームシステムめっちゃ面白いね。はい、植えまーす。あ、植えてある、植えてある。かわいいな。さあ、敵を現在に戻すんだ。そうすると、彼らにとって時間が進んだことになる。そうだね。じゃあ、もう一回発動すると時間が戻ると。まあ、あっち側の敵全員が毒で侵されている。操作、その植物の胞子は根っこと同じぐらいの毒性がある。そして風で簡単に広がる。魔法を融合させる方法はきっと他にもたくさんあるに違いない。若き戦士たちを、見事だったが、まだ戦いは終わっていないぞ。じゃあさ、例えば枯れさせるって意味では確かにウォーターバブル使うのはありだけど、そうだね、そういう組み合わせを覚えていかないといけないのか。考えると難くない？お、すげえ、カマだ。かっこいい。カマか、それカマなんだ。めっちゃかっこいいじゃん。なんだろうね、カマめっちゃそそるんだよね、武器。まあでも毒あんまり見なかったね。右側が基本強いね。一気にダメージ与える系とか、効果がでかいね。すごかったです、マエストロ。時の賢者には何かすることができると思ってたんだけど、時間の流れを遅くするとか、あいつらを全部塵に変えちゃうとか。君のような空間の賢者たちはいつもやりすぎるんだ。我々時の賢者はもう少しエレガントな解決を好むんだよ。空間ねー。時の賢者は皆それぞれに違う。私はタイムマジックを使って植物の成長速度に影響を与える古代の方法を再発見した。これは戦闘において強力な武器となるのだ。先に進もうではないか。かっこいいな。武器もいいし、何よりなんか右手甲冑みたいなのがついてたね、いつまでかね。あとは戦闘に関しては、
ランダムエンカウント。あ、ランダムっぽいね。うん。了解。そしたら。こうで。はい、比較的2人で削って、で、その間にスキル。これさ、ずっとこう押してて毒にするんだよ。と、逆。で、クリスベルで、はい、吹っ飛んじゃって。まずこの流れだね、基本ね、コンボとしてね。20でけえなダメージ。まあそこまで火力は高くないか。まあまあでも十分。お金も結構もらえるね。回復のジュースゲット。いいっすね。いいですね。シンボルエンカウントだったら、ある程度避けれるなとか思ったけど、まあ、ランダムエンカウントもランダムエンカウントで最高だよね。うん、このドアは開けられない。反対側から鍵がかかっているようだ。あれ？タイムトラベル使えない。The road to say-敵か。33でかいダメージ。どうしよう。どうしましょう。ファストクリス、フューチャー。くらい行かせんかなーって気がするんやけど。なんで賢者様素早さを染めって感じか。この流れだな。21、まあでもそれも213ターン分ぐらい入るんだね。おい、未来行っちゃえ。91、やっぱ3ターン分か。レベルアップ。ちなみにレベルアップすると、どうっすか、全開っすか。全開ではない。あー、なるほどなるほど。あ、いい回復力。いだり、いいね、お宝。羽のフラスコ。あ、三角ボタン押しちゃう。羽のフラスコ。あ、瀕死ね。はいはい、フェニックスの尾だね。裏から行きましょう。装備出るかな。防具ないからね。左側だけ。へえ。この挟まれるのがすごい不思議な感覚なんだよね。でも左画面になるとさ、なんか FF って感じがするね。左で右側味方左敵ってなるとね。カバンにネイルのベル、何ですか。スタン状態を直す。はあ、はい、開けよう。ショートカット的なものかな。古いお墓、長い間誰もここに来た人はいないみたいだわ。それは悲しいね。ちょい引っかかった。いや、これ意外とエンカウント率高えぞ。いける？ヒール。回復するんか、お前。
しかもこれタイミングめっちゃ分かりづらいんやけど。パスして、これあれだな、なんかランダムなのかな、賢者様はね。で、あとはナイスガード、ナイスガードで18か。いや、意外ときついよ。意外とレベル上げしっかりしてないとこのゲーム大変なことになるかもね。HP 管理もちゃんとしよっか。まあ行くけど。いいね。奥だな。奥宝あった。宝箱だけは取り逃したくない。右毒でいいとして、倒せないのか。ゆるヘルムはなんかそのうちあれだね、素早さアップ系をつけてあげた方がいいね。すんごい強くなりそう、順番的に。ちなみにさ、こうした場合、順番変わるってわけでもないか。あ、でもやっぱりあれだね、攻撃力下がってるね。とりあえずあれだな、ブリスベロは何かしら敵を進めたり戻したりした方がいいね、頻繁にね。ダメージに関わってくるとなると、なかなかっすわ。引っかかる。レインボー茶、レインボー茶、レインボー茶は CP を30回復。うわーってことはCP は自動回復しない。あー、これはあれだね、あんま使いすぎるのよろしくないけどっていうとこだよね。痛いね。弱い。あー、なるほど。じゃあ防御はそんなに高くない。あー、単体なんだ。いやー、毒発動してるのありだったな。強いね。強いね。強いね。やべえ。ちょっと待った。クリストファーがやばい。96、回復量がでかい。一回ディフェンスかな。そうだね。で、ウォーターバブルで、とりあえず、そうだね。やっば。強くなったな、敵。
やばい、これはやばい。買い物に戻れないっていう状況で、これはやばい。こういこういこう、そりゃ回復アイテム最初渡されるわな。森の動物がこれほど気が楽になることは記憶にないな。この地域にこれほど多くの種類の動物たちがいること。ああ、何かが変わってしまってる。動物の気が荒くなることが起きたのかしら。今はそれを知る方法はない。とりあえず生きてここを出ることだけを考えよう。了解。右側が進むから左に宝がある。ほらマナポーション。そうだね、回復系たくさん手に入るのありがたいな。ちなみにお金は3000円です。荒れてますね、あそこね。カバンにテント入れました。HP、MP、CP 全て回復する。はいはい。ワールドマップの土の区画で飲み使える。快適なテント、夜ぐっすり休むために必要なものが全て入ってる。ああ、だからここね。Chris Bell, what do you want to do? ああ、しばらく休んだ方がいい。We still have some tents left. なるほどね。テント必需品だな。ボスらしき前でこんだけ堂々テント張るってすげえな。ただしこの状態でセーブができるんだ。いいね、それはいいね。これがエリア戻ってきた時にどうなるかだよね。じゃあボス戦いきますか。さあ、やべえやつがいるのか。33 カットして30台ダメージか。やべえな。あ、増えたー。100で死なない。これはやばい。スキル。そうだな、どっちも毒。えっけえ。一日時間どっちも進むからね。あ、順番間違えた。そうだ、逆だわ。回復しないといけないけど、いや、これやべえぞ。やべえぞ、これやばいな。ワンターン無駄にしてるからね。召喚だ。フリースベルが1。どうしたんだ、こんなに気の荒い狼見たことがない。このままではセントクラリティにたどり着けるかどうかわからないぞ。ダメよ、もしも私が。フリースベル、落ち着け。この戦いは終わりよ。一体何をしたのだ。いや、俺が聞きたい。時空切ったよね。彼女はクリスタルを壊してしまった。
How is that possible? そんなことが可能なのか。 It's not. いや、I... 私、何があったのかわからない。私は何をしたの？You had no choice in the match, クリスベル、選択の余地はなかったのだ。我らを守ろうとしただけなんだからな。No. I mean, そのことじゃないの。力が、私の力がなくなってしまったの。You might have overused it. 使いすぎたのかもしれない。以前古い文章で見たことがある。この話の続きはセントクラリティでな。今は旅立つしかない。まさかの覚醒ってか、そもそもずっと使えなかったもんな、四角ボタンね。セントクラリティに入るんだけど、ああ外出たら回復すんだ。どうなんだろうこのシステムは。どうなんだろうね。次ここか。ちょっと他も見てみようか。ワールドマップ出ないのかな。ダンジョンだけっぽいね。ここら辺は何かある？あ、行けるところあった。滝ね。あこれあれだな、街探索結構大変だね。押してというか、結構近づいてからじゃないと反応しなかったりするし。ああ、もうどこそこ行きたくなる。ああ、これはどこそこ行きたくなってくるね。隠しとかもあんのかな。あと、これ雲か。この、これ雲か。ああ。すごいな、デザイン。よしよし。では、今回ここまでにしましょうか。とりあえず、戦闘が始まるとやっぱ、それだけボリューム増えてくるね。ただ、クリスベルの能力が早速使えなくなったりと問題が発生してきてるんで、この辺りかな。まあ、でも大変だね。レベルが、レベルが、てか敵の攻撃力が高すぎるし、素直にね。まあ大胆な脱走ってことで、次はセントクラリティだね、やっていきたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではではまた次回お会いしましょう。バイバイ。